あ、これで出れるわけか。よし、じゃあ一本穴いきましょう。全部で1、2、3、4、5、6、7、8、9、10種類ぐらいあるかな。最高の奇襲を倒す。採掘ポイント発見。4コインたって敵は討伐30体。敵を討伐夜間。あ、昼夜あるのか。さあ、一本穴。まあ、ここら辺から本番って感じかな。で、連続で出せるのがなんか2回的な感じなんだよね。さあ、料理しよう。粘土ね。これなんか鎌とか、その鎌っていうか焼く方の鎌ね、できそうだよね。落ち葉ゲチューの更に、ほいほい。いやー、でもちょっとウサギ倒すのは気が引けるな。なんせウサギ年のもんで身内殺してる感じがするな。いやー、あ、君たちはいいね、鳥はいいね。意外と四角どうこうというよりかはこの袖だね。袖衣のこれでしっかり当てることができれば、お、倒しきった。意外とどうにかなるところはあるね。さあ、これで終わりか。大したことないの。まだどこかに隠れているやもしれません。時を置き再び訪れてみてはいかがですか。食材のいそうなものは取れたし、そうするかな。さあ、帰って飯じゃ飯じゃーい。はい、クリア。ポポン。ワールドメニューに戻れます。はいはい。いやーねー、採掘ポイントは4つ。 OK。 これミッション的にはあと9体どっかいるのか。昼間出てこないかな、ウサギさん。あ、あれスズミか。あれスズメなのか。飛び石坂どうかな。ここまで行くと、いや、行こう、行ってみよう。ここまで行くとなんか夜ご飯間に合わない感じもするけど、あの壁はもろそうじゃな。この矢をぶつけて飛ばせば崩れるかもしれんの。胴抜きを設定。はい、おお、石材ゲットできるのか。あ、はいはい。これ吹っ飛ばして当てたら、あー、そんなことなかったね。残念。よしよしよし、粘土もゲット。肥料だね。どっちかっていうと田んぼ用って。痛そう。田んぼ用って感じだよね。あ、これむずいな。そのうち壊せそうだよね、岩ね。
さてさて、やった、肉ゲット。よしよしよし、よし、あー危ねー危ねー。さあ目標地点も発見で、もう少し奥かな。やばい、ライフがやばい。敵が強いね、さすがにね。意外とシビアだな。あは、これシビアだね。よしよしよし、これで、うそー難しいぞあれ、当て方が。これもしかして、あーさすがにダメか。難しいね。あ結果よ、結果。粘って粘ってね。あ、やばい、夜になる。なんかこう朝と夜があるゲームは多分敵の難易度爆上がりしそうなんだよな、夜になると。やばいやばい、最初からゲームオーバーは避けたいだねはい、1から、ここ、よし来たやっと来た。さあ進化のシコン、これが必要なわけね。本当ね、仕込んだ弾やさてリベンジといきますか。テイクダウン中は狙えない感じか。おお気持ちいい。はい、痛い痛い。さあホームラン決まったね。さあ鬼ゲットで抜けちゃおう。ちょっとね張り切りすぎたね。バンガドーダメだこれ、俺もう永遠と潜ってしまうタイプや。戻ろう。ダメだこの手のゲームはずっと潜ってしまう。めっちゃ寒そう。何かあったのか。わしは疲れてるんじゃが、お侍のおじさんとこ行ってけらい。納屋の前さいるから。嫌な予感がする。わしの勘は当たるんじゃない。絶対失敗したよね、おじさんね。はあ。そうだね、結局そうだね、ガチな策だから絶対自分でしないといけないんだよね。さあどうだった？このあんこたれ、あんこたれまあまあいい表現だね。怒るすぎる、良くないです。みんなみんな
失敗ある。やっぱ失敗したか。すまぬ。ああ、ふんけだつ。騒がしいの。一体何があったんだ。こいつ、種もみば水さ流してしまったぞ。は？なんじゃと。それじゃ、もうこれはできるのか。手元に残ったのはわずか一つまみ、他はすべて。聞けば野良仕事は見よう見まねでろくろくできた試しがねんだと。まったくとんでもねえ足がらみでねが。でかいの、お主任せろと申しておらんかったか。一体どう始末をつけるつもりじゃ。なんか切ないね。こんだけ雨が降ってる中、大人だけじゃなくて子供に責められるって。恐れながら、実はそれがしには武芸だけではなく何の才もありませぬ。野良仕事も下手の横好き、いつも百姓たちの邪魔になってばかりにござりました。この島で稲作を知る者はそれがしのみとお見受けし、こたびこそと奮起してみたのではござりまするが、面目次第はありませぬ。かくなる上は腹を切って。そういうことを申しておるのではない。やめぜやめぜ、死ぬならおいらたちの目が届かんとこでやれ。お主の死など誰も望んでおらんわ。皆の食い物をどうするのかと聞いておるんじゃ。食い出が減るのは悪くねえかもなや。こいつ、こいで食う量だけは5人前だ。まったくさもしいもんだべ。ああ、もう情報が多い、もう。ああ、ストッパービーってきたからね。なぜ田植えも傷つけるんですか。田植えも優しい、失敗あるだけです。見るって、ヤナトビと違いますが、わかる。絶対おかしい、今。あ、もう、わかったわかった。古来の者にこう頭から叱られては立つ瀬がないわい。見る手と言ったかの。お主に免じてここは矛を収めるとしよう。今宵は皆わしが取ってきた肉でも食うて早う寝てしまえ。お主もそれでよいな。うん。おや、今度は何じゃ。見る手、料理得意です。今日は私の国の料理作ります。じゃあ、おいしい。おお主の国の料理か。どこだか知らんが、そいつは楽しみじゃの。ならば、この肉を任せるとしよう。しっかりやってくれ。オッケー、ミルテ、頑張ります。いただきます。まずい。まずい。嘘でしょ、今焦げた塊。食えた食えた。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。満腹マイナス20。そうか。でもあれだね、結構夜がっつりやってもいいかもね。無事芽が出てござりまする。次はいよいよ田植えですが。はいはい、ガチな作来たね。田植えなら任せられるのか。いつぞやは張り切りすぎて苗を潰し、後ろ足で汗を崩してしまい。めちゃくちゃではないか。そこまで行くと下手とかそういう類の話ではないぞ。これはやばい。何を見ておる。まさかこれ以上わしに働けと申すのではあるまいな。考えてもみよ、奉納する稲を北条氏自ら作ってはおかしいではないか。いえいえ、何一つおかしなことなどございません。我が国の北条氏とは元来そうしたもの。お母上の豊花様はもちろん、主神カムヒツキ様ですら毎年の田植えはしておいでなのですぞ。
まあリーダーからやるっていうね。なんということじゃ。一番偉いカムヒツキ様までもが働いておられるようでは困る。ですがこうなっては人の子らには任せられぬでしょう。他には女子供たちばかりなのですから。なーに、きっとうまくいきますとも。おひい様は他ならぬ豊花様の血を引いておられるのです。知識だけは自信がございまする。それがしがお教えいたしましょう。昨日の今日で偉そうにするでないわ。知恵ね。ああそうか、田植えとバトルだけと思ってたらね